多分ね、さっきの砂のビーズ、キマダラルリツバメがいそうな環境、キマダラルリツバメがいるらしいので、一応いつか来た時にまたチェックしてみたいと思います。今マツクイムシの駆除中だそうです。保護してるわけじゃなくて防砂林、ちょうど社会人になってすぐでしたから35年ぶりに、鳥取砂丘へ来ました。昔は結構砂丘の壁面に落書きが散見されましたけれども、落書き禁止という看板もありましたし、今は綺麗な砂丘になってます、はい、ちょっと念のために傘を持ってきました。